こんにちは、プロゴルファーの高須清隆です。今回はバンカーが苦手な方のためのレッスンをしていきたいと思います。それではバンカーが苦手な方の動きをやってみます。そこからどういう原因があるのかを探っていこうと思います。バンカーの苦手な方の多くはクラブヘッドがこっちのインサイドの低い位置からこのように入ってきてしまい、手元が浮いて自分が起き上がってしまってトップしてしまう、もしくはすごく手前を打ってクラブが跳ねて出ていかない、そういう悩みが多いと思います。まず一つ、アドレスからですけれども、ピンに対してまっすぐのラインに一回線を引いてみます。普通のショットであればこのラインに対してこのようにアドレスをしますけれども、バンカーの場合はちょっと違います。このままではボールが上がらないですし、インサイドから入りやすくなりますので、少し左を向きます。なぜかというと、このロフトで球が上がらない、そこに落ちても止まらないのであれば、ロフトをつける必要があるのでフェースを開きます。そうするとフェースは今右の方を向いてしまうわけです。これでは向こうにボールが飛んでいってしまう。ではどうしたらいいかといったら、その分自分が左を向くわけです。この目標の線より自分が左を向くことで、左に振ってフェースは右を向いているのでまっすぐ飛ぶ。なおかつロフトが通常より開いているのでボールが高く上がる、こういう仕組みになってきます。ここから振っていくのですけれども、振るといっても目標の方に振ってしまっては体から手元が離れてしまい、クラブヘッドがインサイドから入ってしまいます。バンカーで正確に打つためにはここにクラブを戻す必要があります。ここにクラブが戻ってくる振り方というのは、実はクラブヘッドが左右に動くのはこの体の回転の役目です。では腕は何をしているかというと、クラブを上下に動かしているわけですね。で、この上下の動かし方が上手くない人がバンカーが上手くない人です。体ばっかり回ってしまう、もしくは腕でクラブを横に動かそうとしてしまってこうなってしまうんですね。まずどうしたらいいかというと、体を回さないでその位置にクラブを戻すことは
すごく簡単なことだと思います。このようにここに戻せます。こっち側に上げてしまっては手首を使ってシャフトを倒したりしてしまっては戻しにくいです。なぜならヘッドの入ってくる位置が低すぎるからです。ここに戻すためにはヘッドを高い位置に上げてポンって戻してあげればいい。まず考えなくてはいけないのはクラブヘッドが高い位置に上がること、そしてそこから降りてくることによって狙った位置に正確にクラブが戻る。で、横に振ってるように見えるのは体が回っているから。これを体の回転と腕の振りを別々に考えてスイングすることが大事です。なおかつバンカーの場合は体の回転より腕の振りが強くないと出ていきませんので、ほとんどの方はこのクラブヘッドを高い位置に上げるという腕の振りだけを考えて振っていただければいいと思います。ちょっと打ってみます。まずバンカーが出ない人、ほとんどはこのインサイドからヘッドが低い位置から入ってきてしまい、球の下にクラブが入っていかない状態になっています。これはなぜかというと体の回転がクラブヘッドの動きに勝ってしまっているためにこういう姿勢になってしまうんですね。何もしないで振れば当然こうなってしまう。なぜかっていうとクラブヘッドに重さがあってこれに重力がかかったり遠心力がかかっているので自分で動かしてあげないとクラブヘッドは動きません。体だけが動いてこういう姿勢になってしまう。これがバンカーが出ない。もちろんコースに行って焦ったりしても結果を早く見たいとかそういう原因でもこれは起こり得るミスです。でどうしたらいいかっていうとやはりクラブヘッドの動きを最優先に考えてあげる。クラブヘッドがついてくるのではなく体の回転を追い越せるような振り方、つまり体を回転を追い越すということはここが伸びてたら追い越せないのでここの角度をしっかりつけてクラブを先に送ってあげる形にします。ちょっとやってみます。むしろ手元を止めてヘッドだけこう行くような形、ここの角度にちょっと注意して振ってみます。見栄えは悪いかもしれないですけれどもこれで体の回転が入れば普通にスイングしているように見えると思います。今左手を伸ばさないこと、あとクラブヘッドを高い位置から入れることを意識して振ってみました。もう一つはボールの手前にクラブを入れたいために打ち込もうとしてこのような動きになっている場合があります。クラブヘッドがきちんと高い位置に上がっているにもかかわらずボールを上げたい打ち込みたいという意識から右手を使ってしまう。そうするとここからクラブが入ってくるものが遠回りしちゃうわけです。遠回りしたらその間に体が開いてしまう、もしくはヘッドアップを頑張って我慢したとしてもここを打ってしまうわけですね。ここを打って出ないか自分が伸び上がってミスをするかちょっとやってみます。せっかくいい位置に上がったのにこういう方もいらっしゃると思います。ではどうしたらいいかです。アドレスしたらバックスイングして右手でボールに当てに行くのではなくこのグリップエンドがもともとあったこの位置に向かって振り下ろしてみてください。
このように振ってる方にはこう動くのでとても気持ち悪いと思うのですけれども、実際はそういうふうには見えません。こう打たずにこれをもともとあった自分の位置に振ってみます。これできちんと出ると思います。バンカーでカットに振るという話を聞きます。ちょっとそれについて考えてみます。カットの振り方の方法に問題がある方は多いと思います。なぜならカットに振るというと体から手を離してこういうふうに振る、これが切る動きだと思っている方がすごく多いです。実際自分とグリップエンドの距離っていうのは離れていってはダメです。ここの上げた時にこうなっていては腕が自由になってしまうのでいろんなミスが起こってしまう。カットに振ると思っている方で腕でカットに振っている方はこういう動きになります。ヘッドはカットに動いていますけれども体と腕がバラバラなので正確に毎回同じところに戻せていない、こういうカットではなくて自分とこのグリップの感覚を離さないで左手首の角度をつけることによってクラブヘッドが上にそして外側に出ますので、これでカットに振っていくと体と手が同調したままカット軌道で綺麗に振れていきます。同じヘッドがカットに動いてたとしても自分の近くに手元があることでシャフトが立ってクラブをコントロールしやすい、そして打った後も左肘が引けることがない、こういうカットの打ち方を目指していきたいと思います。いかがでしたでしょうか。お悩みは解決しましたか。次回は距離の打ち分け方、球の高さのコントロールの仕方についてお話をしていきたいと思います。